はい、こんにちはイクシーの近藤と申しししまますすよろしくお願いします、えー、僕はこの技師を作っていますテレックスキッズはですは、ね、子供もそして僕みたいな大人も自分がしていることを心気なく話していい場だと聞いていますので今日は僕が今、一番作りたいこの技師について話したいと思います、えー、では早速この技師はですね筋肉の動きを読み取って動きます。 今僕の左手にセンサーが貼られていますこの信号を読み取りまして今僕が思い通りに動かしていますで義手なので手がない方のためのものなんですが手を失った方も手は失っても手を動かす筋肉は残っていますなので同じような仕組みで思い通りに動かすことができるわけですで慣れてきますと ちょっと地味で分かりづらいんですが、フェイスブックのいいねマークですね、分かります、<laughs> こんなこともできるような技術です。ほ、はいえー、他にもすごいところがありまして、えー、モーターとか電子部品以外はすべて 3D プリンターで作っています、なのでこういう技術はですね、実は戦前からあったんですが、今、市場のものは150万円とか、ものすごい高くて1、1%の人しか使えていないんですね。 それをまだ開発段階なんですが材料費だけで3万円程度で作っておりますでこの義手の特徴は安さだけではありませんデザインにもこだわっております今回お持ちしたのは黒いタイプなのですが写真にありますように白いタイプも作っています今までの義手というのはですね手がないことを隠すことを目的としていましたので肌色に似せた デザインしかなかなったんですですが僕たちはこう考えます我々が日頃つける腕時計やスニーカーのように使う人の好みに応じたさまざまなデザインがあってもいいのではないかとそういう思いを込めてこの技師のコンセプトは気軽な選択肢というふうに言わせて頂い,いておりますでこの技師を僕一人で開発しているわけではなくこのようなメンバーで作っています 一番左がソフトウェアを担当している僕です、その右がメカ、この機械とかです、ね、を開発しています山浦さん、一番右がこのかっこいいデザインを考えている小西さんです、そして右から2人目、エヴァンジリストと書いていますが、この方がこの技師の1人目のユーザーになる予定の森川さんです。 この後の僕のスピーチではこの森川さんが主人公となりますのでしっかり名前を覚えてください森川さんですでえと少し障害者という言葉について話したいと思います先ほどから障害に関するトークが続いていますが僕はこの障害者という言葉はものすごい乱暴な言葉だと感じていますあたかもその人に大きな欠陥があるような響きがありますし その人が障害者と呼ばれることによって周りの人も必要以上に距離を置いてしまったり必要以上にかわいそうだと思ってしまうっているような気がしています少し自分の話をしますと僕は今から5年前1年間アメリカに留学していました楽しい思い出もたくさんあったのですが当然辛いこともいろいろとありましたまず言葉が完全には通じませんそれからさまざまな生活様式 笑いの壺なども住み慣れた日本とは全く異なるものでした僕は日本人として生まれそれまで日本で育ってきましたそんな僕がこのアメリカという環境において感じたのはもしかすると自分は障害者かもしれないというような気持ちでした当然自分としては自分が障害者であるなんて認識はそれまでなかったですし認めたくもないわけです つまり何が言いたいかと言いますと障害という言葉は人に対して使うべきではないということです障害というものは人にあるのではなくてですね人と環境が不整合人と環境がしっくりとかみ合わないそんな状況に対して使うべきではないかと考えています話を疑心に戻します僕たちが今暮らしている環境というのはあらゆるものが両手を持つ人 を前提に作られていますそんな環境の中で手を一本失うことというのは、えー、人に障害があるのではなく環境と手が一本しかないその人との間に不整合があるそこに障害があると考えています。えー、と主人公の森川さんですこちらの写真は森川さん自身の写真で2年前事故で手を失われる前の写真です。 森川さんはパラグライダーを趣味にされていましてそれこそ平気で300キロ空を飛んでいたようですこちらの図は環境と森川さんの関係を簡単に表したものです手を失うまでの森川さんはもうそれこそ普通の人以上のことをできていましたので当然以上のことができるというような状況にありましたそれがある日事故で手を失うことによって 当然のことができないという状況に陥ってしまいましたでここで技師の登場なのですが技師でやりたいことはまず当然のことをできるような状況にする今だと靴紐を結ぶこともできませんし自転車に乗ることもできない料理を作ることもできないですですがそうではなくてですねここでは止まらずに同時に僕たちはパラグラ,ライダーを乗っていた頃のように もう一度当然以上のことができる状況にしたいと考えていますで最新の動画ですこちらはつい先週ですね森川さんに初めて僕たちの技術を装着していただいた際の映像ですそうですね、えー 最後ペットボトルの映像が流れましたがペットボトルを開けようとすると片手だとですね脇に挟んだり股に挟んだりして開けなきゃいけないのでどうしても力が入りすぎてこぼれてしまうようなことがあるみたいなんですねそれが少しずつ解決してきていますそしてもう一つ映像がありましてこちらは先週ですねこれも展示会で森川さん自身にデモをしていただいた際の映像です 多分インターネット越しに森川さんも今、僕の発表を見ていただいているんですがまあ少し失礼かもしれませんが、森川さんはもう40過ぎの、言ってしまえばおっちゃんです、そんなおっちゃんがこんなみんなから握手を求められるということは僕は当然ではないと考えていますこのように当然なことをするような方向ともう一つ、当然以上のことをできるような方向で開発をしていきたいと考えています。で、えっと このデザインに関しても森川さんの希望を取り入れて開発したのですがその他にもさまざまなデザインがあっていいと考えています例えば一番右のものは小指の関節のあたりが金属になっています義手だとパーツパーツを変えられますので例えば指輪のような感覚でデザインすることも可能だと思いますそれから拡張性というのも持たせたいと考えています 指を交換できるので作業をしたいときはグリップ性の高いものに変えたりスポーツをするときは蛍光色のようなファッション性の高いものに変えるそれから最後、一番右ですがスイカなどの IC チップを指に埋め込んでもうカードを取り出さずに指をかざすだけで改札を通れるようなことも可能になってくると考えています最後ですねこのように 僕は森川さんと一緒に技術を開発しているのですができれば多くの方と一緒に開発したいと考えていますそうしないと人と環境の不整合というのは解決しないのではないかといろいろと仕掛けていこうと考えています一つがオープンソースですまだ準備はできていないのですがいずれ僕たちが開発しているこの技術のデータを公開して世界中の技術を持つ人が少しずつ改良できるような 足掛けを作ってていいいきたいと考えていますもう一つがクラウドファンディングですこちらはすでに先週から始めているのですが当然技師を開発するためにはお金が必要ですそのお金を銀行や投資家から集めるのではなくて少ない額でいいので多くの一般の方から集められないかと始めましたそして蓋を開けてみるとなんと1週間で100人以上の 支援者のの方から計100万以上の資金が集まっておりますこの場を借りて支援いただいた方には感謝したいと思いますで、インパクトとしては当然、金額もあるのですが100人もの人がこの開発に携わってくれたという事実にとても励まされていますちなみにこのクラウドファンディングは1月中旬まで続ける予定なのでもしご興味があればよろしくお願いします。 というわけでで最後です僕たちは手がないということが障害とならないような世界を目指して今後、この技手の実用化に向けて頑張っていこうと考えています。ごご清聴ありがとうございました